ようこそ。歴レポチャンネルの風千代です。いろんな歴史を紹介するよ。チャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。今回は本能寺の変シリーズ第15弾、今日からの3通の手紙です。大好きで持論持ってる方、たくさんいると思うよ。ぜひ、コメントにあなたの説をいろいろ書き込んでね。ただし、このコンテンツのお題の範囲でお願いね。まだ第15弾だから。これからいろいろ作るからね。それではタイムスリップ。秀吉が長谷川宗仁から書状を受け取ったのは確実だが、だからといってそのまま鵜呑みにはできないだろう。そのため少なくとも、まあ二通秀吉は本能寺の変について同時期に受け取っている可能性がある。秀吉はこのまあ二通の通報があったからこそ迅速に行動できたのだと思える。これと対時期は明智光秀のことを信長のお顔を持ってその身を立て、しばしば栄華に誇り、欲しいままに楽遊を極めた。それを長く続くことを願えば良いものを信長を討ち取るとは、恩をあだで返す最低のやつと書いている。その直後に比較するようにある人物について記載している。それは細川藤鷹である。長岡方武太夫細川藤鷹は年来将軍信長の恩を被ること浅からず、これによってこれ等が一味に組みせず、秀吉と心合わせ備中表に飛脚を遣わし、次来江州滋賀県南部、甲州岐阜県南部、備州岡山県あたりに馳せ来たり。光秀がおそらく一番戦力として期待していた細川藤鷹が味方になるどころか、備中高松城で毛利と対峙している秀吉に飛脚を飛ばしていたのである。それだけではなく、近畿圏内の有力大名に対して飛脚を飛ばしたとしている。光秀に組みすることなかれと書き送ったのだろうか。光秀が本能寺を襲撃したのは午前4時から6時の間だ。午前10時には全て片付いていただろう。そこから凶楽通の落ち武者狩りを大規模に実施している。光秀は細川藤鷹を味方にすべくこのタイミングで書状を送っているはずだ。そして細川藤鷹はすぐに頭を丸めて出家したのである。武功屋はにはこの時天正10年6月2日の午後23時から深夜1時あたりに三木城にいた前の長安が細川藤鷹からの密使を受け取り、信長の部下だが明智光秀の裏切りにより押ししたことを聞き、仰天して顔面蒼白となったと書いている。そしてすぐ備中にいる秀吉のもとへ飛脚を飛ばしたとある。前の長安というのは羽柴秀吉自命の最古参の家臣で、有名な砂又の一夜城の頃からの家臣である。その前の長安からの飛脚が秀吉の元に届いたのは6月3日深夜であったと書かれていることから、長谷川宗仁とほぼ同時期に届いたことになる。秀吉は長谷川宗仁の報を聞いて仰天したに違いない。これは本当のことなのか、あまりに突然のことでとても受け入れがたかっただろう。しかし、光秀の援助である細川藤鷹から光秀裏切りの報を受け取ったことを新2月前の長安から聞けば、裏取りとしてこれ以上のことはないだろう。秀吉のもとにはそれ以降多くの信長の家臣が秀吉に味方する使者を送っている。しかし秀吉はこれと無本気には細川藤鷹についてのみ記載して通信であったことを大いに宣伝している。秀吉と心合わせと一言つけているところが笑えるが、秀吉が速やかに光秀を討ち取れたこと、備中高松から迅速に兵を返せたことのきっかけを突き詰めれば、長谷川宗仁よりも細川藤鷹の方が大きかったということは明白な事実である。明智光秀は細川藤鷹を利用して信長に近づき、巨万の富と権力を得た。今度は細川藤鷹が明智光秀を利用して羽柴秀吉の死に燃えて細川家の永続を図ったのである。この前の長安からの一報が
秀吉にとって、いい意味での想定外だったに違いない。最後の一通は杉原家継である。天正10年5月21日から、織田信忠から、徳川家康の境見物の案内人という名目で送り込まれていた人物で、別コンテンツの通り、秀吉の身内である。秀吉は、光秀の監視役である彼からの一報を待っていたんじゃないかな。徳川家康は、本能寺の変が、勃発したことを知って、急遽三河へ引き返す。有名な神君二学である。それに、信長に案内役としてつけられていた長谷川秀和と西尾義継も、同行しているが、杉原家継はいない。彼は、おそらく備中高松に向かったんだないかな。秀吉は、すべての方が一致していることで、事実確認が速やかに行えて、次の行動が取りやすい状況にいたんだと思う。次回は、秀吉の本能寺の変です。お楽しみに。どうだった？歴史って本当に面白いね。せっかくだから、あなたの疑問や、面白い説なんかコメントください。みんなで真実にたどり着けると楽しいよね。ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。ではではまたね。